逃げるっていうことがしづらいので、できる、うんうん、旅館に帰ってきたら部屋が変わってるんでしょうか、勝手に。明るトーク、イエイ、ね、はい、ということで今回はこちらの方々に来ていただいております。はい、新年アイドルのリオです。よろしくお願いします。お願いします。はい、自己物件サイトを運営しております大島てるです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はお二人と動画に出るのが初めてなので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね、こちらのお二方と一緒にオカルト部に届いた視聴者さんの怖い話を聞いていけたらなと思います。本当にたくさん届いているので、ちょっと今回もいろいろ聞いてお二人の意見を聞かせていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまず一人目から話していただきます。みずほさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。昔、私の実家はマンモス団地で最上階の5階でした。私が22歳くらいの時の体験なんですが、5階建ての団地は階段しかなくて螺旋状に登っていくものですが、ある晩仕事が終わって階段をいつも通り登っていると、2階から3階に差し掛かるあたりで背後で嫌な気配を感じました。外が見える踊り場まで来た時に勇気を出して振り返ってみました。するとそこにはこの世のものではない気持ち悪い顔がにやーっとこちらを笑いながら見ていました。私は一瞬で鳥肌が立ち、声が出せずに一気に階段を駆け上がり、家に着くなり部屋中の明かりをつけて震えました。昔からなんとなく勘が良かったりたまに見えたりするので一層怖くなりました。その日は朝までゲームで夜を明かして仕事に行きましたが、あの霊みたいなものはその時だけで出なくなりましたが、未だに気配や軽い予知夢みたいなものを見ますというお話です。団地って多いですよね、うん、多いですよね。そんなできる感じがまた怖いですね、うんうん、なんとなく変質者かなって思ってしまって、はい、いや私もまあ22歳ってお話でしたけど、はい、もっと小さい頃はやばいやつとかいたなっていう、大人になってあんまりそう怖いなって思ったらなくなっただけで、はい、やばいやつをうろうろしてるんだなっていうのは理解してるので、はい、まあ、まずは変質者かなって思ってしまったのと、あとその5階だとギリギリエレベーターがないっていうのが古いタイプの集合住宅だとあって、はい、さらに古いタイプだと階段が何個もあって、はい、この両側の2部屋にだけ行ける階段が、あーなるほどなるほど、101、102の上の201、202、303とかに行きたければ隣の階段を使うっていうタイプがあって、あーありますね、ありますね、はい、これはある意味その行き止まりみたいな感じで、用がある人しかその階段を使わないわけですね、はい、例えば火事になった時の逃げ道とか、はい、あるいは本当にその変質者がいた時に横に逃げるっていうことがしづらいので、うんうん、はい、まさにその逃げ道がないっていうタイプのがあって、まあ、最近はもう減ってますけれども、はい、それを想像すると余計に怖いなと思います、はい、横に逃げるっていうのができなくなって、確かに、はい、いや幽霊だと思ってちょっとずっと知ってたんですけど、生きてる人間の可能性もあるって考えるとなんかちょっと余計に怖いです。ちょっとしますよね、単純にそう思ってしまっただけ。あ、そうです、ね、実際にはお面とかかもしれませんけど、はい、お面でも怖いの、怖いお面なんでって思っちゃう。みずほさんありがとうございました。2人目の方、ちょっと読み方を間違ってたら申し訳ないんですけど、鹿市さんですかね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。現在、事故物件全盛期なこともあるので、私が某関西の田舎に内見に行った際に聞いたり体験したりした話を書かせていただきます。住宅会社のお兄さんに幽霊の出る物件ってあるんですかと聞くと、お兄さんはある物件の話をしてくれました。ありますが、アパート、マンションより借家の方が怖いイメージです。一軒すごいのが売って、
住んだ人がすぐに退去してしまうんです。住んだ人は皆小学生の女の子が勝手に家に入ってくるって苦情を入れるんです。それでそのまま退去につながってしまって、でもそれ幽霊かわからないんですよ。入居者の方はあれは生きてる子だって必ず言うんです。一度だけ私が訪問した際も、今その女の子が入ってきて2階に上がっていきましたよって言われたことがあって、でも結局探したけど見つからなくて私は見なかったんですよ。それでずっと借り手がつかなくなって貸し出すのはやめにされたんです。結局どっちだったんでしょうね。聞きながら、女の子がずっと小学生のままなわけないだろうと思いましたが、お兄さんが気づいていないのか気づきたくないのか分からず指摘することができませんでした、というお話です。私も、うん、育った家が、はい、社宅の一軒家だったんですよ、はい、ずっとリビングを覗いてる男性の幽霊さんがいましただからそういうとこは多いのかもしれないです、ね、確かにいろんな方が住まれたりしますもんね。でも小学生の女の子だったら可愛いからなんか許しちゃうかなと思って、はい、確かに。リューダーさんはちなみにその男の人が覗かれていて、はい、怖いなって思わなかったんですか？何を見てるのかが気になって、はい、で私の部屋が2階にあったんで、はい、2階からリビングに降りていくと、はい、もう覗いてる人の後ろ姿が見えるんですよ、はい、それがものすごく間抜けで逆に可愛いってなって、はい、ずっと放置してました。ああなるほど。それに見えたのもリュウアさんだけですか？そうですね、多分言ってなかったんですけど。なるほど。今別の家族が住んでるので、はい、大丈夫かなって確かにでもなんかそれでいうと、この送ってくれた方たちは必ず皆さんが見てるわけじゃないですか、はい、で必ずその入居する人たちが霊感があるわけでもないと思うので、そのなんか絶対見える幽霊と、なんかその霊感が強い人にしか見えない幽霊の違いっていうのは何なのかなっていうのはちょっと。幽霊さんはなんか場所の記憶とも言われますよね、はい、そう、家だから家族しかほぼ入らないじゃないですか、はい、学校とか駅とかじゃなくて不特定多数は入らないから、うんうん、よりこうなんか記憶みたいなエネルギーが強いというか、はあ、なのかな。なるほど。それでもみんな見えてしまうと思うんですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、3人目はアリサさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これは私が高校の修学旅行の時の話です。3泊4日で東京に行ったのですが、1日目を終えホテルの部屋でくつろいでいる時のことです。部屋は2人部屋で、私と一緒に泊まるのは仲のいい子でした。お風呂に入りテレビを見て就寝時間になって、先生が見回りをしに来て通り過ぎた後、私たちは起きたままスマホをいじったり話をしたりしていました。風呂場の方からずっとパチパチみたいな音が聞こえていて、そのこと何の音だろうねと話していました。私が寝ていたベッドは足側にドアがあり、外を先生が歩く影が隙間から見えていました。私から見てそのドアの手前の左側にトイレとお風呂がありました。なんとなく私はドアの方を見ていると、ドアと私が寝ているベッドの間、トイレとお風呂場があるドアの前あたりの天井から下に向かって、抹茶色の長袖シャツにグレーのズボンを着た男の人がスーッと消えていくのが薄くですが見えました。私は慣れてしまったせいか、何なのかパニックを起こさず、普通に隣のベッドでスマホをいじっているのに、今上から下に向かって男の人が通っていったと教えました。その子は少しビビっていましたが、その後2人とも眠りにつき、何事もなく修学旅行は終わりました、という話です。ありがとうございます。これはどうでしょう。それで言うと、なんか私そのオカルト部で結構いろんな地方ロケに行かせていただくんですけど、はい、米嵐がその結構見えるタイプじゃないですか。普通にあそこシュクシュクって歯磨きとかしてると、あ、ココの後ろ通ったとか言うんですよとか、なんかココモの荷物の上に朝まで男の子が座ってたよとか言ってくるんですよでもそれに私は慣れすぎて最近は怖くないんですけど、なんかこの子みたいにパッと普段そういう経験をしてなくてホテルで見ちゃった場合は絶対パニックになると思うのに、
なんかすごいなと思ったんですけど、修学旅行といえば私もちょっとあったんですけど、はい、私は京都に行ったんですよ、はい、で泊まった旅館の部屋でなぜかこう押し入れが開いてて、あの和室なんですよ、押し入れの中にタオルを干す小さいハンガーラックみたいなのがあってタオルがかけられてたんですよ、はい、なんで押し入れタオル干すかなみたいな思いながらも、確かに確かに、まあ、友達と喋ってたんですよ、そのタンスを向かいに座って、うん、そしたらタオルが揺れ出したんですよ、急に、タオル揺れてるよねみたいな喋ってたら、うん、真っ白いあのシルエットみたいな人がダダダダダダって走り抜けていって、何あれってなって、私はなんかちょっとウキウキしたんですけど一緒に喋ってた見ちゃった子は、うん、もうパニックになって、うん、その子もダメって、うん、もう大泣きして、で先生まで来ちゃって、はい、その子泣き大泣きしちゃった子は先生の部屋で寝て、もう私はそのままそこで寝たんですけど、次の日になって、はい、まあ、修学旅行だからいろいろ見て回るじゃないですか、うん、で旅館に帰ってきたら部屋が変わってるんでしょうかって、え、白い人が走っていった部屋じゃなくって別の部屋が用意されてて、はい、え、なんで部屋変わってるんですかって言ったら、何のことですかみたいな感じで頼られちゃって、だから、あ、そういうことが日常茶飯事な旅館なんだなって思ったんですよ。で、大人になって改めてその旅館の名前を検索したら、一番に幽霊、心霊とか出てきて、あ、なるほどってなりました。なるほど、身をもって経験されたんですね。いや、リュウヤさんの友達の気持ちわかりますけどね、本当にパニック、パニックなりますよね、どうですか、まあ、そう、なればですね、私は、あの、幸いそんなことはないんですけど、はい、うん、すまあ、あの、今、修学旅行っていうことで言うと、うん、はい、あの、私は、ちょっと別の用事で、ニューオータニに行ったら、うん、その、どこからか東京観光に来てる修学旅行生の集団を見まして、はい、でニューオータニにまず泊まってることにびっくりしてそのいや、そこら辺の事情は私は詳しくないんですけど、中学生ぐらいの集団が浴衣を着てザーって出てきて、それでさすがにそのホテルの人がその浴衣でここに来るのはご遠慮くださいって注意してるんですけど、はい、まあ、お客さん相手なんでこう強くも言えなくてっていう、うん、それがすごく印象に残ってます。びっくりしました。中学生だと思うんですけど、中3、それが印象に残った。それが印象に残ったお話なんです。座敷わらし的に何だったんだろうって思います。確かに確かに、はい、別の角度からの話でちょっと。ありがとうございます。はい、ということで今回はオカルト部に届いた視聴者さんの話を3人で聞いていきました。皆さんいかがでしたか。皆さんいろんな体験されてるんだなと思って、もっと聞きたくなっちゃいました、うん、おー、テルさんはいかがでした。はい、あの、私もいろんなところに呼ばれたりすることがありまして、うん、はい、こういうその皆さんからの映像とかお話とか体験談募集って言っても、もう誰も来ないなっていうことがあるんで、もうちゃんといっぱい来るんだなっていうことに、あの、びっくりしました。あの、こんなに強めのネタが3つも揃うっていうのがすごいなと。はい、で、ちょっとカルトの視聴者さんありがとうございます、はい、でも本当にまだまだたくさん届いているので、またすごいですね、はい、またぜひ やれたらなと思います。はい、はい、本日はありがとうございました。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今誰か喋りました？こそこそ話です、本当に。北東の方角に立ってたって話ですね。何だ？お化けマンションだ。ここはだから、なるほど、あれか。スターバックスのロゴの、うん、あの女性の顔を、はいはいはい、本当に人の顔だと思って、すごくびっくりしたことがあって、しかもこの話をしたら、はい、ちょっと前にツイッターで別の人が同じことを言ってバズってたことに気づいて、さらに恥ずかしかったんですけど。